おはようございます。お見せします。思い出しましたね。長く愛用してるアイテムなので、どちらも、うん、はい。ちなみにこの2つ選んだ。このオーバーオールはすごい気に入ってて、形とかも大好きなんですけど、もともと古着ってもう長く愛用してるので、いろんなところにちょっとずつ汚れとかが積み重なってて、でも形自体はすごい好きだしっていうので、ずっと手元にあったアイテムです。こちらは自分の写真集のイベントの時にトークショーをやらせてもらって、なんかこう衣装って感じが自分の中で強くて、なかなか普段着に落とし込めず、だけどその大切なイベントで来たから思い出もあってっていうので、結構眠ってたアイテムなんですよ。じゃあ早速生まれ変わった商品を見ていただこうと思います。はい。お、2つ入ってる。おお、結構ブルーですね。鮮やか。全然違うけど、ステッチが残ってて、へえ、かわいい。へえ、綺麗な青。あ、思ってたよりも鮮やかな青ですね、うん、こんなに綺麗に色が入るんだ。あ、私が気になってた汚れも跡形もなく消えております。全くの別物に見える、なんか唯一無二感があります。面白い。新しいコスメに合わせて、はい、楽しみです。いただこうかな。はい、かわいいですね。全くの別物になった感じがします。なんか着やすくなりました、むしろ以前より。まあ、サイズを読んでるんですけど、はい、うんうん、何かのためっていうよりは全て自分たちのためのことだから、なんか自然にできることがやっぱ一番かなと思うし、マイナスに考えるよりはプラスに考えて、こうしたらもう一回着れるとか、こうしたらまたお気に入りのアイテムに変わるかもとか、そういう風なことが結果的に自然環境とかにつながったりとか、無駄にたくさん買って消費するよりは自分でもう一回愛したり誰かに譲ったりとか再利用するっていうのはすごいいいことだと思います。